アンドレイ・ニコラエビチ・マキシミー・シンは、ロシア・モスクワ出身の男性フィギュア・スケート・アイスダンス選手。2007年、カール・シェーファー・メモリアルと、東ーユニバーシアード競技大会に、パートナーは、ナタリア・ミハイロワ、アナスタシア・プラトノワなど、モスクワに生まれ、6歳の頃にスケートを始めた。ジュニア時代の初期に、ヤナホフロワ、オルガオル・ロワラとカップルを結成したが、2003年より、 アナスタシア・プラトノワとカップルを結成し、2003から2004年シーズンの ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。2004から2005年シーズンには JGP ウクライナ記念と JGP 春ギタ坂で優勝。2005から2006年シーズンには JGPSBC 杯で優勝するなどし、2シーズン連続で JGP ファイナルに進出したものの共に6位入賞に止まった。 2006から2007年シーズンからシニアクラスに参戦し、カール・シェーファー・メモリアルと冬季ユニバーシアード競技大会では共に2位となったが、ISU グランプリシリーズではメダルを獲得することはできなかった。シーズン終了後にアナスタシア・プラトノワとのカップルを解消した。2007年、新たにナタリア・ミハイロワとカップルを結成、2007年ゴールデン・スピンでは2位となる。 2008年ロシア選手権に出場して4位となったが、シーズン終了後に解消。その後新しいパートナーを見つけられず、フィギュアスケートコーチアレクサンドル・ゴルシコフの補佐を務めている。ありがとうございます。